デイです。W ホテルに来ています。今日は親戚の結婚式がありますということで、今から早速入っていきたいと思います。それではミレイをミレイ。ランダムに引かれて守らなければいけないそうです。面白い。入れました。はい、では入っていきたいと思います。おめでとうございます。ありがとうございました。お写真撮って流れてます。なんかこの奥から流れるみたいな。嬉しい嬉しい。大好き。ランダムに入れお迎えいたしましょう。新郎新婦入場です。ご結婚おめでとうございます。乾杯。
ぜひですね、ご自分にのバーカウンターをお進みいただいて、じゃーん、話題の炭火焼きです。本日はどうも
ありがとうございました。すごいですね。じゃあ今からホテルの方が案内してくださいます。ここから少し見えますけれども、鉄板焼きレストランですね、はい、大阪弁で毎度みたいなそことかけてますね。毎度屋さんです。毎度綺麗です。お邪魔させていただきます。おしゃれ、来てなんかこんな感じです。すごいですね、絵が描いてあります。お魚の香りがしますね。めちゃめちゃ綺麗ですね。マイド屋さんでした。クロムボールで、ダブルのロゴがね、入ってます。ここはフォトスポット、フォトスポットだそうです。はい、そしてこのダブルの先にはじゃじゃじゃーん、こちらが正面玄関ですね。ここに入るとこんな感じです。スポットでカラーがホワイトなんですけど、これ時期によって変わります。なんでこれから春の時期に来られたらまた違った色になってますので、今のところ内緒にしておきます。すごい映えるよこれ。すごいいいですね。大阪だ、道頓堀。これ観覧車があるドン・キホーテだよね。大阪の街並みが描かれています。ここはこんな感じで、あ、金庫になってます。で、こっちはこんな感じでね。すごい、これさ、隠し扉じゃない、分かんなかった。タイプの鏡です。こんな感じでした。はい、今3階に戻ってきました。ライトがあります。おしゃれ、じゃーん。めっちゃキラキラしてる。上は鏡です。よー、これこちらランプルです。そして河川階段があります。ここも広場ですね。でね、ライティングがすごいエモい。このライトもすごいです。はい、ということで今日は親戚の結婚式だったんですけど、すごく楽しかったです。そしておめでとうございます。はい、ここダブルホテルというところなんですけれども、すごく素敵なホテルです。皆さんもぜひ機会があればダブルホテル来てみてください。ということで今回はこんな感じで終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございました。バイバーイ、またお会いしましょう。